寺西貝塚寺西貝塚は、群馬県板倉町大和座恵比瀬にある、縄文時代の貝塚である。旧、渡瀬川左岸、現、渡瀬川右岸、渡瀬遊水池の西側に位置し、東武鉄道日光線の西側にある。西側に広がる水田から見ると5メートル以上の崖の上にあり、大地に構成されていることがわかる。寺西貝塚貝塚は、地点貝塚で、 一から三メートル規模の貝塚が数箇所あり、それを総称して、寺西貝塚としている。発掘は1946年、1963年、1986年に行われているが、地点をすべて行ったものではない。1986年に行われた発掘で9箇所の土紙が発見されたが、住居跡は未だに見つかっていない。場所は市が、 多く、ついで、間がき、肺がいほとなっている。他には、縄文時代早期の土器編、日本鹿の骨、魚骨、貝輪が出土している。時期は、今から約7000から8000年前にあたる。周辺には、南側の板倉町を大和ざえ瀬にある、ゴンゲン沼貝塚郡、栃木市藤岡町藤岡にある篠山山貝塚、渡瀬湧水池の対岸にある、 のぎ町大う渡市にあるのは高かいず賀市にある西貝塚いなどがある。恵比せ大地上にある他の貝いをすべて含み、恵比世貝塚群とも呼ばれる。二十歳の中に貝が参見している。地点貝いであることから、小規模である。ありがとうございます。